ご自身が東京都議会議員となったときに最も実現させたい施策は何ですか。その施策をどのように実現させるかについても具体的にお答えください。はい、東京都におきましてはやらなければならない施策がたくさんあると思います。そのおおよその施策に解決がつきましたら、都民の皆さんが希望する、そして必要、都民の皆さんにとって必要な施策を優先的に順番に進めてまいりたいと思います。私が考えておりますのは、やはり今後少子高齢化が進むことは間違いございませんので、少子化対策、高齢者問題ということも含めまして、少子化対策におきましては子育て支援対策の充実に取り組んでまいりたいと思います。待機児童の解消の問題を進めてまいりたいと思います。それには0-1歳の児童、子どもにつきましては家庭的保育が必要だと考えますので、そういう施設にを作っていきたいと思っております。また、子育てや介護についてのバウチャーを導入して、都民の皆さんが安心して子どもを産み育て、また介護にも取り組んでいけるようなことを考えていけたらいいかなと思っております。